ちは。今日もミスターチャンネルやっていこうと思うんですけど、今日は2人のゲストに来ていただいてます。お願いします。はい、テンション上げて。はい、練習終わりだからちょっと疲れてるのよ2人とも。テンションちょっと最初低いけどテンション上げてって言っていいですか？はい、テンション高いです。はい、じゃあ自己紹介お願いします。J リースフットボールクラブの監督兼選手の永井拓磨です。はい、同じく J リース FC の小手川です。はい、じゃあ誰から行こうか、順位予想。はい、じゃあそっちから行こう、小手から。いいですか？はい、はい、お願いします。はい、いける？1位からそのまま読める？横浜。うん、はい。やばかった。うん、大分。徳島。千葉。甲府。うん、なぜ理由を なぜって言われたらやっぱ難しいんですよ。なんとなく。そんな知らないですから。なんとなく。なんとなく。まあ、そうですね。でもまあ、やっぱり監督が変わってないとことかは、やっぱ最初、出だしとかやっぱスタートいいのかなと思いますし、うん、監督が変わってるところは逆に、うんうん、出だしが難しい部分が若干あるのかなっていうので、うんうん、去年さ、コーテ対戦相手でさ、このチーム嫌だったなっていうチームある？この今の中で。自分が。いや、ほとんどいないっすかね。いなくてそこの順位にいてんの？ここいないじゃないっすか、だって J1 って。いや、山形言えてるじゃん。山形は、ジェフ、甲府。ああ、ここら辺っすか。うん、なんとなくっすね。なんとなくで。上に来そう。上に来そう。なんとなく。はい、なんとなく上に来たの？山形は、でも監督、外人の監督になってて、なんかサッカー良くなってたじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうのはありますけど、うん、まあ、千葉はそろそろ来るんじゃないかな、うん、京都が行きましたし、うん、千葉もそろそろ来るんじゃないかな、うん、っていう予想ね。甲府は何だかんだやっぱ三平が引っ張ってくるんで、おお、怪我してんじゃね、またあいつしてないから。いや、割と調子いいらしいですよ。三平調子いい。唯一の情報を込めたんだよ。三平がいるっていう。三平が行くから。こうや。こうや。だって俺は一緒やってないから。あ、そっか。うん。うん、じゃあ大分やってる。大分が3位だけど、そこは？いや、監督変わりましたし、うん、また一からじゃないですか、戦術的に。うんうんうん、やっぱ最初ちょっとなかなかね、スタートダッシュできればいいかなと思いますけど、うんうん、まあメンツは揃ってるのはもう揃ってると思うんで。うんうん、確かに。で、そういった面で。3位、まあ、スタートダッシュできればもう1個2個ぐらい上かなと思うんですけど、でもなかなかやっぱ J2 も、まあ、厳しいんで、やっぱ簡単な相手がいないから、うん、スケジュール的にもトリニータはルパンが入ってくるのよ。そうそうそう、うん、それもあります。それもあるしね、過密なんで、うん、そういうとこ考えて3位。そうですね、まあ、いや、できればここっすよ、うん、それは、うん、1位と横浜 FC、 本当に当てにいったんで、なんとなくっすけど、うん、横浜 FC は？横浜 FC はなんとなく、まあ、さっき見た感じなんかなんとなく行きそうだな。なんとなくね、感覚的な、感覚的な部分あるね。そうですね。あ、これだったらすごいね。占い師の、占い師の、ね、なんとなく、はい、じゃあいいですか、監督。1位、うん、大分トリニータ。2位、横浜 FC。 3位、ウガル長崎。4位、ウガルト仙台。5位、ジェフユナイテッド千葉、うん、6位、徳島ヴォルティス。名古屋市拓磨。ふざけてんの？ふざけないですよ。いやいや、礼儀として。おうおう。おうおう。大分トリニータが1位。はい、俺は、いや、毎年そうですけど、まあ、期待込めてっていうのと、うん、まあ、選手はあんまり移籍してないと変わってないんで、うん、主力は残ってますし、うん、まあ、さっきコテが監督変わったとは言いましたけど、うん、まあ、スタイルとしては似たような、うん、戦術的なね、うん、だと思いますし、うん、まあ、選手の質だけで言ったらやっぱり A2 の中でもかなり上の方かなとは思うんで、うん、まあ、昨年終盤はこう尻上がりに調子上げてきたので、うん、ね、うん、まあ、その勢いを持って、うん、こう期待を込めて5-1、はい、まあ、横浜 FC、コテも1位だし、タグマも2位だけど、どうも横浜 FC なんで、やっぱり J1 だったらちょっときついけど、うん、J2 だったらやっぱトリニータと同じで、やっぱ戦力というか、選手のやっぱ質は高いかなと思うので、うんうんうん、まあ、やっぱ攻撃点取れるチームってなったら、うん、
そうね、だから去年降格したチームがこの中6位でも入ってるもんね、ちゃんと4チームね、かなと、うん、で長崎は、うん、昨年監督変わってそこから調子上げて、うん、でクリシャノかな、うんうん、とかも柏レイソルからね、はい、うん、行ったし、あ栃木で松田さんと多分一緒にやってるんで、うんうん、まあ、うん、守備硬いし、うん、まあ前は助っ人で点取るっていう、うん、外国人がいいよね、まだね、入れるの忘れましたわ、長崎知らねえよ、知らねえよ、お前それで決定だから、なんで開発事業ダメだぞ、お前なんで開発事業ダメだ、決定だから、お前忘れの言えましたとかじゃないの。もうそれがさっきまで書こうと思ったのに、いやいや、もうそれはお前忘れるぐらいだから、こういう準備なんだよ。だから全体的にはやっぱ J1 行ったとこは中心なんだ、上位の方に来るかなっていうとこと、あ、まあ去年も J2 で、うんうん、まあ上位だったチームが、はい、力あるチームは上の方に来るかなっていうので、あ、まあ、細かいとこはちょっと全部やっぱり監督っぽい感じの順位予想だね、硬いよね、なんとなくだね、硬いね、でも大体なんとなくでしょ、そうなんとなくつかんのそれでともう最後まで行こうとすんなよじゃあ私いい、タグマそれで、はい、いいっす、じゃあ俺行くね、はい、じゃん、はい、お、はい、入ってる、ね、読んでください、いい、うん、1位はブイファーレン長崎ね、2位大分トリニータ、3位ベガルタ、4位徳島、5位町田、6位が甲府、はい、以上です、理由は、理由は、理由はもう君たちが言ったことが多いから、長崎もね、その1位はクリスチャーナ、クリスチャーナ、はいね、名前すら知らないからちゃんと言って、あ、補強したしさ、硬いしさ、三平とかもね、聞いたら結構長崎はいいって言ってたのよ、うん、で、まあ大分トリニータも本当に去年の選手はほぼ残ったから、うん、ベースも戦時的な部分も片野坂監督と島平監督もそこまでね、ボールを大事にする監督なんで、そこまで変わってないんで入りやすいのかなっていう部分と、まあ今回もさっき言ったけど、まあスタートダッシュできれば本当この1位にはいけると思うのよ。で、練習もちょっと見に行ったけど、すごく質の高い練習もしてたし。ずるくないですか？ちゃんと練習ないですか？おい、特権、特権。俺の時間それはね、仕事でちょっと見に行った時にも、まあ、紅白戦とかも、すごく、まあ、両チームとも、すごい質の高い紅白戦だったしね。まあ、ちょっと攻撃のとこで、畑さんとやり方がちょっと違うところもあったし、まあ、下平監督の色がちょっと出てきてたんで、あれがうまくはまれば、もうこの順位にいけると思うね。まあ、ベカルタもそう、タカマも言ったけど、やっぱり能力が高い選手多いから、経験してる選手もいいじゃん。ね、3位。で、4位。4位は飽きてきたんだろ、これ。知らないでしょ。4位は飽きてきたんだろ、言えないじゃん。あれよ。ディアン4位。確かに言ったけど、言ったけど4位は徳島ボルティスはあれよ、やっぱり監督変わってないし、まあやっぱりサッカー自体も変わらないから、まあこれぐらいに絡んでくるんじゃないかなっていうところと、5位はやっぱりポポビッチがいるから来てほしいね、5位来てほしい、うん、町田ね、いや町田もね、去年何位ぐらいとか結構でも10位ぐらいだったよね、うん、いやすごくいいサッカーしてるんで、何年目かな、3年目かな、ポポは多分3年目ぐらいだと思うのよ、多分絡んでくるよ、やっぱり結果出さないといけないし、ポポさん、ね、去年会ったんですよ、試合の時に、うんうん、日本語めっちゃ上手でしたよ、ほんとこれ、大分トリニータ狙ってんじゃない次期監督可能性あるよね、でもね、分からないよね、これはね、普通にもう日本語で喋ってましたもん、マジで、え、大分領域は喋れなかった、え、喋れなかった、喋れなかった、全然、あ、つかはつか、な、つかなしで、ポポさんと、うん、つか、大きくなってなかった、通訳でも、うん、通訳通訳いや、ほんとそれを期待込めて、町田はね、選手もいるし、で、6位は甲府、これはもう、三平がいるし小手がいるみんな一緒で余ってるじゃないですか三平が、俺入れてねえや、そうそう、三平がいるしとかじゃなくても甲府はやっぱり実力あるよ、まあ、やっぱり選手の質問なんだかんだ、毎年上位にいる、そうそうそう、だから今年は絶対狙ってると思うしね、いい若手出てくるもんね、そうそう、だからそういうことを考えてこういう順位予想かな、で、1位2位はやっぱり九州だから、やっぱり九州で盛り上げてほしいっていう部分もあったんで、さすが、うん、やっぱり九州のサッカーやっぱり盛り上げてほしいから、こう、あ、長崎
頑張ってほしいし、まあ、熊本もね J3 から J2 上がったりとか、まあ、今年沖縄もあるし、まあね、九州ダービーっていうかいっぱいあると思うんでね、そういうのも楽しみにしていきたいなっていう順位予想です。さすが。はい、以上です。いいですか。締めようとしてる。終わろうとしてる。終わろうとしてないよ。もうこんな皆さん予想順位になりましたけど、どうですか。逆にちょっとまだ本当情報がないからね、正直僕は。あと今年、うん、コロナの関係でキャンプで全然試合できてないとか練習できてないチームあるから。そうだね、あ、全くゲームできてないってことがあるんで、開幕早いし、だから本当分かんないと思いました、ね、そうね、今年開幕も早いし終わりも早いよ。2人とも言ったけど、やっぱスタートダッシュ決めれるとこと、ずるずる行くとこが出てくると思うんで。そうね、大穴来るかも、うん、ね。これ当たったら何かあるんですか、豪華商品は。今まで当たったことないっすか。びっくりするぐらい当たんないよ。これほんと難しいよな。当たると思って俺書いてない。なんとなく書いてる。コテはコテはもうなんとなく書いてる。これ当たったらすごいね。そうそう、当たったらじゃないか、当たったら豪華商品。6の3ぐらい当たったらいい。上、いや6の5やろ。5はいかんと意味ない。もう6の6だよ。6の6か6の5だったらかなり商品の質高まりますよ。いや、優しさや、もうハワイ旅行や。おまあこういうね、3人ともこういう順位になったんで、まあこれはあくまでも私たちの考えですから。そうですね、はい。いやでも別にあれですよ、これトリータ3位に書いてますけど、本当はね、うん、本当はやっぱここにいてほしいんですけどね。あ、いいんちゃう、そういうのは。トリータの関係者がいるでしょ。そうだ、見てくれてるから、まあ、俺も関係者みたいなもんじゃないですか。まあまあ今は OB やけどな。確かに。もうそれでトリータに機嫌伺わんでいいんだよ。ここな、いいっすか。うん、まあでも実際本当に上位には行くと思うよ、トリータは。いやいや、メンツは行かないと逆にダメ。そ そうだね、ここで行かなかったらやばいと思う。今年1年で行けなかったらちょっと厳しいかもしれないね、ね、ブルズルね。本当それぐらいの危機感を持ってね、今シーズン選手たち、うん、まあ、トリニータ頑張ってほしいなってあるんで、まあ、私たちはみんな応援してるからね。はい、応援してる、大丈夫。応援してますよ、うん、知り合いの選手を応援してます。知り合いの選手じゃない。みんな応援しろ。だって知らないですよ。まあでも、今回はこういうはっきりした感じだけど、もう本当は大分、鳥田愛すごい強いからね、あれはね。まあ、こうだって高校生から出てるじゃん。なあ、こうだよ。塾の生だったかな、青木の。制服でしょ、制服で来たんじゃん。制服で見せてたんじゃん。思ってないでしょ。制服、そうそう。制服で移動するから、あれ、板子のな。そうそう、いや、懐かしいわ。まあ、そういう話もね、また次回していきたいと思うんで。いや、なんか、まあ、次回続きましょう。なんで勝手な力を言ってんすか。でもね、この話もまたしていきたいしね、次回ね。またそういうコメントが来ると思うのよ。小手川選手、また出してくださいとかね、この視聴者が。コメント俺じゃないよ。こう、もう視聴者が望んでるから。視聴者のみんな待ってるの。出ました。だから、もういいですか、皆さん。はい、どうぞ。はい、じゃあ次回小手川選手が出てくるお楽しみにしておいてください。皆さんよろしくお願いします。じゃあさよなら。